人体模型、透明婦人を用いた人体の説明人体模型とは、人の体の全部もしくは一部を模した人形である。外して人体の内部構造を見ることができるようになっており、またそれぞれの臓器が一つ一つのパーツとして取り出すことが可能となっているものも多い。全身骨格模型や頭蓋模型、筋肉解剖模型、人体解剖模型など用途に合わせて多くの種類がある。 フィレンツェのビーナス17世紀末に人体解剖を補助する教材として人体を模した精巧な老人形が作られるようになった。最初の教材用解剖模型は解剖学を学んだイタリアの老細工職人ズンモによって作られた。ズンモの手による解剖模型はパリの国立自然史博物館に収蔵されている。19世紀までに多くの解剖模型が作成されたが、 レオポルド2世の宮廷 G だったフェディーチェ・ホンタナが設立したフィレンツェの工房が最も盛んだった。解剖模型は世界各地の大学や博物館に収められ、現在では医学史の資料やコレクションとして公開されている。19世紀に入ると皮膚病変を再現した人体の部分模型、ムラージュが盛んに作られるようになった。医学的というより、 宗教的側面が強いが、人形の中に内臓を模したものを入れる試みは、日本の場合、10世紀末には確認でき、長年が僧へ入学の折、985年に釈迦如来像を作り、体内に絹製の五臓ロップを組み込んだ例がある。翌年、帰国し、像は清涼寺に置かれたが、当時の最新知識に基づかれて作られた、体内細部を復元した人形といえる。 幕末期に西洋医学の教材として人体模型が輸入され、オランダ語でキュンストレーキもしくはキンストレーキと呼ばれている。キュンストレーキは現在でも長崎、福井、金沢、福岡に保存されている。1890年には浅草公園三社裏にてオーストリア人のエナフタリーが見世物として人体解剖採掘展覧会を開催して人体模型等を展示し、 人気を博した。ありがとうございます。